ビトン、リプトン、リプトン、リプトン、ル、リス、ビトン、ル、ル、リス、ビトン、ル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 、リス、ビビビビビトン、リス、ビトン、リス、ビトン、リス、ビトン。ショー、フリースタイル TV。喉がやばい、腫れちゃってやばいわ、今日。よし、やってみるかな。2017年もね、やばかったけど、じゃあ2018年もちょっと今日やってみるかな。鉄板企画、今年の夏何人とセックスしたかズバリ聞いてみようコーナーということで、これね、心臓に悪いんだけど、まあ聞くしかないね。っていうかこれ可愛くない、これこれ出しちゃったよ、ピンバッジ。これこれね、やばいよ、発売監視すると思う。小学生でもね、なんか付けられるもん作ってくれって言われたから、だから今回のアルバム記念して、これピンバッジ、ショー三六五アルバム記念してピンバッジ作っちゃった。そう、これ可愛いでしょ。ということで、まあ、喉も調子悪いし、今日は体もすごい調子悪いけど、やってみよう、聞いてみよう。すごい人いるんじゃない今年も。ちょっとやってみよう。 OK。 すごい、似合いますね、クエンディ。 OK、 じゃあ担当直に聞きますね。はい、How many people did you have sex on this summer? This summer? Yeah, this summer. 顔出さない？顔出すね、出すね。じゃあゼロで、ゼロ。え、嘘？ゼロ？ゼロ。今年のゼロ、こんな可愛いのに、こんなに素敵なのに。ゼロで。お姉さんは？ノーコメント。ノーコメント。ノーコメントでした。Thank you. Thank you. ありがとう。ゼロ、もったいな。あ、これはモテるね。この T シャツはモテるね。この T シャツ着たら持てるね。じゃあズバッと聞きます。今年の夏何人とセックスしましたか？2組目、どうぞ。ゼロです。どうぞ。ゼロです。うっそうっそ、 T シャツ持てるはずなのに、ね、はい、お姉さん。ゼロです。え、ゼロです。嘘でしょ。何やってんの、夏。夏楽しまないと。ありがとうございました。はい、はい、今日3組目ありがとうございます。ズバリ聞きます。ショーフリースタイル TV、 今日鉄板企画だから。あ、オッケーオッケー。今年の夏2018、何人とセックスしましたか？わかんない、何人だろう。10人くらいじゃない？マジ10人。今年も来ました。10 people。 イエーイ。はい、僕はこの後仕事なんで行けないですけど。エッチしないんだ。エッチしたいですけど、エッチしたいですけど、したいですけど我慢します、仕事なんで。うわー、だそうですよ。こんなやっぱモテますよね。モテますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今年の夏は海行きましたか？行きました。マジっすか？これ期待持てますね。じゃあ行きますよ。今年の2018年、じゃあまずお姉さんから、何人とセックスしましたか？ゼロ。嘘でしょ。ほんとほんと、ゼロ。ゼロ。こんなセクシーなのに。あ、セクシーなのに。セクシーなのに。ゼロです。お姉さん、白が似合う、白のシャツが似合う、お姉さん。ゼロ。嘘。え、泣いた、悲しい。じゃあお姉さん3人。あ、でもいいですよ、普通ですね。普通ですよね。3人だったら、まあ、まあ、全然ね。まあ、10人以上の人もいたんで。普通ですよね。そう、できれば30人とか言ってほしかったですけど、ゼロなんですね。ゼロっすね。なかった。もう今日いろいろ質問してきて、もう今日最後ですね。はい、最後。最後だって。そうなの。ちなみに、あ、いいっすね。じゃあ、ズバリ聞きます。今年の夏、何人とセックスしましたか？じゃあ、お姉さんから。今年の夏、ズバリ。はい。3人。あー、妥当ですね。妥当ですね。いいセックスライフをしてきたわけですね。今日バンズ率多いですね、バンズ率が。多いですね。はい、じゃあお姉さん、はい。なんだ今年の夏、何人とセックスしましたか？夏？今年の夏。一人だわ。ちょっと言ってる。一人だわ。一人。そう。もったいない。もったいない。そう思う。彼氏じゃないけど、その一人男性と、じゃあもう何回かやるパターンだ。あ、素敵ですね。そのパターン結構好きかもしれないですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ワンクエスチョン OK？ ワンクエスチョン OK。 Where from？ シンガポー OK。 How many people did you have sex this only summer？
Zero? Zero. Why? So cute. He clean. Ah, clean. My boyfriend only. I know boyfriend. No boyfriend? Who is zero? Okay, enjoy Japan. Thank you. Thank you very much. Have a nice Japan. Thank you. マジか。シンガポールのお姉さんはゼロだそうです。クリーンって言ってましたね。はい、果たしてどうなのかよくわかんないけど。あります。怖っ。はい、あれです。あれです。結構ストリートな感じで。はい。いいですね。おしゃれな。じゃあまずお姉さんから。はい。ちょっとすごくね雰囲気が独特なお姉さんから。やだ。本当に素敵素敵です。ありがとうございます。今年の、オンディスサマー、2018年、何人とセックスしましたか。厳しすぎやろ。さあ、なあ、いや、もう7組目ぐらい。おお、どんな感じみんな？ゼロもいれば十何人もいて。うん、さっき3人もいた。ちょっと期待外れやけど、うん、ゼロやわ。うそ。ほんま。ああ、でもなんかいいんですね、それもね、ゼロね。大切にしてる。はい、じゃあお姉さん。ゼロ？ゼロ。もったいないよ。夏何やってんの？バイト。偉いですね。偉い。じゃあ、ね、お姉さん。ゼロです。早っ。バイト一緒なんですよ。セックスしよう。セックス。セックスしましょう。はい、ということで、今年も皆様からリクエスト多かったので、聞いてきました。今年の夏、何人とセックスしましたかという、今回の内容だったんですけど、意外と、まあ、やってみてね、徹底検証してみた結果、今年はね、ゼロが多かったですね。ゼロ、セックスしなくなってきてますね。うん、まあ、10人って子もいましたし、あと3人っていうのも多かったですね。3、10、あとゼロ。でも圧倒的にゼロが多かったですね。で、まあ、今回の検証結果を見て、まあ、私からメッセージ言うとするならば、セックスをしろ。そう、そういうこと。で、あととりあえずね、これ、ピンバッジ出しました。ピンバッジ。これをね、明日11時よりね、S タイムネットショップにて販売開始いたします。安いです。これ今回ね、500円。意外とみんながね、手の届くラインだと思います。今回これ。で、今回このピンバッジなんで出すことになったかというと、この365アルバムね、2枚組のアルバムを記念して今回はこのピンバッジ出しました。はい、ってことでね、明日11時よりこれも発売、 S タイムネットショップにしますんで、ぜひ欲しい人は即ゲットでお願いします。ってことで、今日のショーフリースタイル TV はこの辺でお別れしましょう。とりあえずね、喉がねすごい調子悪いんだけど、とりあえずそう、セックスしろ。俺もセックスして寝る。この後おやすみ、バイバイ。築き上げたものバイバイ、俺の人生必要ない、過去のことに未練はない、今から未来を勝ち取りたい。ショーフリースタイル TV。